カストは、イタリア共和国ロンバルディア州ブレシア県にある、人口約1600人の基礎自治体。戦国時代の日本を訪れた、イエズス会宣教師、オルガンティノの故郷である。標準イタリア語以外では、以下の名称を持つ。谷の名を伏し、カストディバルサッピアとも記される。ブレシア県中部のコムーネで、バルレサッピアの上流地域に位置する。県とブレシアから、 北北東へ約1 8トル、州都ミラノから東北東へ約9 0メートル、トレントから西南へ7 5トルの距離にある。隣接コムーネ隣接コムーネは以下の通り、イタリアの地震リスク階級では3に分類される。古代より製鉄を営んだ村であり、中世のカストはタンヤで広く知られた。1385年にはベネツィア共和国の領域に入った。 カストには以下の分離集落がある。広域行政組織である山岳部共同体、バルエサッピア山岳部共同体を構成するコムーネの一つである。伝統的な金属加工の技術は現在も息づいており、カストはバルエサッピアの工業の中心である。人口推移、印を付したものは翻訳元に挙げられていた出典であり、薬室に際し直接参照してはおりません。 ありがとうございます。